速稼塾の久保です。12月に速稼塾にご参加いただいている方にちょっとねご連絡申し上げます。速稼塾っていうのはね、お金の問題を解決するというテーマで8年間にわたってお届けしております。一貫しているメッセージっていうのは、自分のビジネスを構築するのが最も手っ取り早いということなんですよ。で、特にね、今はそのスタートアップの資金、要するに準備資金がいらない状態でビジネスをスタートすることができます。逆に言えばですね、初期投資が必要なビジネスはやらない方がいいと私は思っています。今こういう時代なんで、情報ってものがものすごくね価値を帯びるわけなんですよ。例えばね、ポイントサイトのモッピーっていうのがありますけども、こちらの方はちょっと利用するだけでお金になるわけですよね。しかもこのサイトのことを知らない方はもう圧倒的に多いんですよ。知っていてもやらない人も多いですし、なぜかやる気にならないという人もいるんですよね。ということは、情報をお届けすることによって、モッピーっていうサイトがありますよと、使い方はこうですよって、こういうふうにしたら簡単ですよっていうふうな手ほどきをすることも十分ビジネスになるわけですよね。ということでね、私はね、今回ちょっとシンプルに一つのことを申し上げようと思います。ビジネスをしたいなと思えば、まず商品が必要です。商品を用意しましょう。商品の用意ができない方は私が相談に乗ります。2つ目、集客をしましょう。商品があっても売ることができなければね、お客さんがいなければ売ることができませんよね。だから集客をしましょう。集客の方法が思いつかない方は私が相談に乗ります。それではですね、3つ目なんですけども、商品があってお客さんを見つめてもセールスができなければ物は売れませんよね。黙っていてお客さんがくださいっていうのを待っていたら、これはね、商売になりません。ですので、目の前の人に商品をきちっと売っていきましょう。値段をつけて、これいくらですよと、いくらいくらくださいっていうふうにして商品をお届けしましょう。セールスです。セールスの方法がわからない方、私が相談になります。以上3つの要素、商品、集客、販売、この3つが噛み合った時に、あなたのビジネスは完成です。独立していくらでも稼いでください。そしてお金をいただいた方を幸せにすることを忘れないでください。そうするとお金を払った人は必ずリピートしてくれます。で、この関係が信頼関係なんですよ。で、ビジネスっていうのは信頼関係、あなたの真心がすごく大事になってきます。あなたの真心があれば、どんな商品でもどんな人にもいくらでも売れていきます。そして売れることによって、その商品を手にした方はものすごく幸せになって、そして豊かになってね、価値を受け止めて、そしてまたあなたのところに戻ってきます。そういうふうな環境を作っていけるのがビジネスだと思うんですよ。ということでね、今回は12月にこの速稼塾に参加した方へのメッセージになりますけども、魔法の方法はありません。魔法の方法があるとしたら、それは上級者にだけ渡せられます。で、私たちはまだね、普通の人ですから、ビジネスの初心者から中級者のあたりをうろうろして月収数十万とか数百万というのを得ています。上級者っていうのはもうね、完全にね、億っていう金額とか兆っていう金額を右から左にボンボンボン動かせる人です。私たちはちょっとね、逆立ちしてもそこには行きませんし、そんなに稼ぐ必要はないと思うんですよ。せいぜい月に50万から100万、100万から200万、こんなところでいいんじゃないでしょうかね。で、このレベルでしたら、本当にね、初級者から中級者のレベルで行くんですよ。で、どうやって活かせるかっていうと、商品を用意して集客をして販売をするだけ。繰り返しますけど、これだけです。魔法の方法はありません。ただね、そんなに難しくないんですよ。なぜなら、昔から八百屋さんにしても、お肉屋さんにしても、ショッピングセンターにしてもね、誰もがやってるのが、駄菓子屋さんでも敵屋でもやってるのがこの商売ってやつなんですよ。ですんで、必ずできます。利益が取れる商売、必ずできます。なぜなら、初期費用のかからないビジネスを私たちは選んでるからなんですよ。まあ、ここからね、新しいスタートだと思って頑張っていきましょう。それでは今回は以上です。また放送します。